今回は運命が好転し人生がうまくいくの第81回です。リクエストがありまして怪人神社を取り上げます。リクエストの内容は、飯島先生、毎日動画を拝見させていただいております。唐突ですがリクエストがあります。怪人神社をお願いしたいです。もし可能でしたらよろしくお願い申し上げます、というものです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで怪人神社ですが、長崎県対馬市峰町木坂というところにあります。対馬っていうとゲーム好きの僕としては、ゴースト・オブ・ツシマを思い出しますね。あれはめちゃくちゃいいゲームでした。ところで、この怪人神社にはニコニコして剣を担いだヒゲもじゃのおっさんがいます。もちろん神様なんですが、鵜飼吹き合わせずの命様と言います。そしてここはこのヒゲもじゃのおっさんにしっかりと守られていて、とても安心できてのんびりできます。御祭神は豊玉姫の命様、彦星神の命様、宗像三女神、道主の無知の神様。この方は宗像三女神と同一です。そして先ほどのヒゲもじゃのおっさん、鵜飼吹き合わせずの命様ですね。御利益は豊玉姫の命様が子宝、子育て、安産守護、縁結び、農業、漁業、畜産、航海安全となっています。そして彦星神の命様ですが、この方はこの神社においては神武天皇のことです。御利益は国家安泰、延命長寿、開運、病気平癒となっています。宗像三女神の御利益は海上安全、交通安全、豊漁、商売繁盛、知恵、財富、戦勝、子孫繁栄、音楽、技芸、弁舌上達ということで、弁財天様と重なる御利益ということになりますね。道主の無知の神様は宗像三女神と同じですから、御利益も当然同じということです。鵜飼吹き合わせずの命様は神武天皇のお父さんなんですが、御利益は夫婦和合、安産、農耕となっています。それではまず最初に怪人神社のエネルギーを送ります。
終わりました。次はご在人の方々のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。